ディミトリオス・リアマンタコスは、ギリシャ・ピレウス出身のプロサッカー選手。HNK ハイドクス・プリと所属。ポジションは、フォワード。9年に、地元ピレウスのオリンピアコス FC の下部組織に入団。2012年にトップチームに昇格すると、すぐに、パニオニオス FC に、レンタル移籍。2013年1月、今度は、アリス・テッサロニキ FC に、レンタル移籍。 2013年6月、エルゴテリス FC に、レンタル移籍。2014-2015シーズンに復帰すると、8月23日のニキボロス FC 戦で、念願のトップチームデビュー。さらに初ゴールも記録した。しかしながら、定位置確保には至らず、17試合の出場に止まった。2015年8月、カールソルー SC に、レンタル移籍。 2016年2月、カールスルーエが100万ユーロの買い取りオプションを行使し、完全移籍に移行。カールスルーエ SC は2016の17シーズンを最下位の18位で終え、3部への降格が決まった。それに伴い、2017年6月10日に、2020年までの3年契約で2部の VFL 防風部に移籍することが発表された。 U-19 ギリシャ代表として UEFAU-19 欧州選手権2012に参加した2014年9月のルーマニア戦で初キャップありがとうございます